Jimmy Weaver, where? Taran Bear. Harwo! よく中に入れたな。逃げるぞ。話は後だ。行くよ。
川まで進むぞ。そこなら安全だ。お主は菅笠衆か。かつてはな。あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。弟を探してる。タカという刀鍛冶。お前はない。だが多くが他へ移された。捕虜が移されたって言ったね。どこだ。アザモウラがどうとかって。そういえば鍛冶屋の男を見た。若くてヒゲの生えた槍川の出だったはずだ。嘘じゃないだろうね。鍛冶屋が見つかるといいな。タカがアザモウラで生きてる。壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り討ちに遭うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン、タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後、二人で島を出たい。猛虎のことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツーツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。志村、お主に牢は似合わん。たむかわぬよう民に言い聞かせろ。さすれば縄を解いてやる。己のじゃれ事は聞かん。殺せ。すべてを失ったつもりのようだが、おいはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。すべてを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。対馬の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのはつらかろう。己のしもべにはさせんぞ。
弓取りがおれば心強い石川先生のような。
撃。こちらの精鋭を出せ。魔法師の行善様の噂聞いた？どんな噂？筆を突き刺して自分で両目を潰したんだって。え、筆先で突き刺したもんだから目から墨が垂れてるらしいよ。与太話はやめて。親切なお方だよ。誰も傷つけないし。どうかな。行善様のお話は心が安らぐし生きる望みが湧いてくる。あんたと違ってね。いや、
ららかな日差しに咲く桜の花。春よ、早く来てくれ。
Udo kikcha harta. Hala kui wai. Ai, sare ga aite da. Yum hige samurai.
Hindman! Archi! Sie fliegt mir in die Spasse!石川先生は生きておいでなのだろうか。